はい、こんばんは。ヨンゴヒンゴな夜第495回、今夜もどうぞよろしくお願いします。あ、すいません、9月10日月曜日午後10時31分を回りました。どうぞよろしくお願いします。ごめんなさい。ちょっと、体調は悪くはないんですがね。ちょっとなんか雑音が入って申し訳ありません。はい。今日はちょっと重いテーマでお話をしないといけないかなと思ってます。今日は世界保健機関 WHO が定めた、世界自殺予防デーですね。まあ日本ではこの日を起点に自殺予防週間が始まっていくんですが、相変わらず日本では年間3万人を超える方が自ら命を絶っているという状況なんですね。宮崎県も、ワースト3だったんですが、やっと1ランク下がってワースト4ということで、まあ、関係者は喜んでいるようですけど、あまり変わってないよなということなんですね。なんだ、一時期、ワースト3とかワースト1位とかあったのかな？なんか汚名返上しないといけないということで、県を挙げて自殺予防の取り組みを行っているんですけど、なんかいまいち県の自殺予防に関する取り組みっていうのが見えてこない。まあ、NPO 法人とかで電話相談とか行っているようなんですが、効果的に行っているんであれば、ワースト3位からワースト4位ではなく、ワースト10位とか、ワースト20位とか、いうふうに、下がっていくはずなんですが、なんで、ワンランクしか下がってないのと、とこなんですね。私も、県の取り組みに協力をしましたけど、その後、何の連絡も何もないですね。私も、一応、自殺未遂者ということで、自殺未遂者がなんで自殺をしようと考えたのか、ということの追跡調査を行いますということで、県の方に出向いて、まあ、プライバシーとかね、いろんな個人情報をバッとお話をしたんですけど、聞く相手は僕の知り合いなんで、僕のことを知ってるんで、本当も根掘り葉掘り聞いてきましたけれど、それで終わりなんですね。自殺未遂者は、自殺に失敗をした人間なんですね。ですんで、次はきちんと死ねるように、ちょっと方法を変えようとかね。そんなことを考えてる人間なんですよ。ですんで、そういった自殺未遂者に対する追跡調査って、そんなもんでいいんですかと。いつ自殺を図るかわからない。そういう状況にある人間を、いわば、県はほったらかし、放置プレイで、我関せずという態度で
いるということが、非常になんか、矛盾を感じるな、ということなんですね。まあ僕の場合も、自殺、これから先も考えることはないかと思います。そういった、自殺を考えるような環境には今はないんで、まあ、その昔はね、結構死にたいと、どんな風にして死のうかということで、まああれこれ、毎日考えてましたね。私の場合には、職場環境、上司との問題、が一番大きかった。いわゆるパワハラがあったのかどうかわかりませんけど、まあ、教育現場におけるいやらしいいじめに近いような問題があったんですよね。まあ、うつ病、学校現場でうつ病になったということで、それから、睡眠薬じゃなくて、抗うつ剤を100錠飲んで自殺を図ろうとしたんですが、まあ、今になって考えれば、なんであんなバカなことをやったんだろうというふうに思えるんですが、やはりね、自殺を考えた人間でしかわからないということはあります。いくらNPO 法人が自殺を予防しよう、県が対策を取ろうと考えても、やはり自殺をしようと思った本人、環境、それを完璧に理解しない限りは、自殺は減らないと思います。まあ、努力はわかりますよ。努力はわかりますけれど、まあ、これ、まあ、こんなこと言ったらいけないんですけれど、自殺をする人間の心理とか、生活環境、経済環境をあなたわかりますか？どんな風に追い詰められて死のうと考えるのかということを、あなた方、立派な皆さんはわかりますか？ということなんですよ。いくらね、賢くて、偉くて、頭が良くて、自殺なんか考えたこともない人間が自殺を予防しよう、動いたって、ダメなんですよ。うん。ダメと思いますよ。まあ中には、親身になって一生懸命ね、予防しようと考えていらっしゃる方もいるにはいるんですけど、ほんの少数派、この前 NHK のテレビでも放送されていましたけれど、本当にね、親身になって、人の命を救っているのかと思うと、違う人もいるような、本当に考えてるのかっていう人の方が多い気がしてます。僕もたまにこういった重いテーマで話をしているんですけど、時々スカイプまたは携帯電話に、相談事じゃないような、まあ、誰でもいいからお話をしたいようなお電話がかかってきます。話を聞いたら、まあ、僕のこの放送を聞いて、この方も自殺を考えたんだな。だったら何か話を聞いてもらえそうな雰囲気だったので、電話をしましたということで、夜中遅かったんですけど、30分、40分ぐらいお話をしました。まあ、結論が出るような話でもなく、まあ、日常的な会話で終わったんですけれど、まあ、最後、まあ、その方が安心しました、ほっとしました、ということを言われたんで、まあ、良かったかなというふうに思っております。まあ、その後、その方からは、まあ、お電話はないんですけれど、それ以外の方々からも、たまに
電話がかかってくるんで、まあ、僕なりの体験談とか、その方のお話を聞いてあげる聞き役に徹して、まあ、ずーっと話を聞いたんですけどね。これ、なんかメールが来ました。まあいいか。そういった、なんだろう、県が、NPO が、自殺を予防しますっていう風にして、街頭に立ってキャンペーンを張るよりも、こんな風にして、悩みがある方は、お電話をお待ちしてます。スカイプでもいいですよって風にして、何気なく相談相手になってあげるっていうのがいいのかなと思うんですよね。なんかね、なんだろう、街頭に立って、自殺予防キャンペーン、ティッシュか、またはチラシか、風船を配ってね、自殺をなくそうというようなキャンペーンは、なんか違和感を覚えるっていうか、なんか違うような、それは自殺を一度も考えたことがない連中の考える発想であって、本当だったらもっと違うよね、ということ。なんだ、自営業者であれば、まあ、借金で苦しんでると、だったら、その方が、生活できるように、利子を、金利を下げようとか、ね、その方が、資金繰りができるように考えていこう。そうすることだけでも、あれ、ちょっと映像が切れました。ちょっと待って。てください。はい、そういったね、ことだけでも、その自営業者が首を吊って死ぬようなことは減ると思うんですよ。ね。また仕事がない、どうにかしてくださいって言った場合に、まあ、ハローワークで仕事を探すようなことまでもなく、ちょっとしたお小遣い稼ぎのアルバイトなんかありますよということから始めて、その方が明るく元気よく働ける、まあしかもお小遣い程度のお金がもらえるっていうぐらいから、始めていくとかね、そういった、なんていうかな、その方の置かれた立場によって、立ち割りではなく、横の連携。あれ、また固まった。ちょっと待ってくれ。縦割り？ん？なんだ？固まりましたね。縦割り行政で動いていくってよりも、横の連携を図りながら、なんとか助けていこう。という、互助的な相助、公助と言われますけれど、助け合い、みたいなこと。だから、なんていうか、自殺をしたいっていう方々は、どこかでサインを出してます。僕もそうでした。それが、どういったサインかはわかりませんけれど、資金繰りが苦しいとか、仕事ができないとか、仕事がないとか、上司との関係に悩んでいますとか、いうようなことで、それが、つながっていくんであればね、そこになんかワンクッションを置いて、僕らが夜中でもいいから電話をくれと、お話をしましょう、というようなことで、相手の方の気持ちが軽くなればいいかなと思うんですよ。僕もね、何年か前に自殺を防止するためのホットライン、電話をかけたんですよ。なんかね、マニュアル通りで相談員が話してくるので、その場で怒ったんですよ。お前違うよというふうに、相談員に対して怒ったんですけれど、そんな話口調じゃダメだろうと。あんた本当に親身になって僕のことを救ってくれるんですか？
という、なんかその、電話を聞いてる側、相談員の真剣さっていうのが、いまいち伝わってこない。電話があるから、電話を受けて、話を聞いて、メモして、記録に残して、はい、終わりっていう感じなんでしょうね。もしかすると、電話が終わった後、もうこのようにいなくなるかもしれない。また、切羽詰まった状態で電話してくる方もいらっしゃるのに、なんか通り一辺倒の聞き役に徹して、マニュアル通りの受け答えとかやっているっていうのが、なんだろう、その相談員さんの仕事としてやってるの?ということなんですよね。なんか僕の場合には、すいません。ちょっとね、スマートフォンの充電をしないといけないので、充電しますね。なんだろうな。はい、電話相談、毎週水曜日、夜の8時から夜の10時っていう風にして、時間を限定してやってますけど、んじゃないでしょう。ね。死のうと思って考えてる人間はいつ死ぬかわかりませんよ。24時間、365日、臨機応変に対応するという柔軟さ。本当に、ね。自殺をする人を減らしたい。みんなが明るく楽しくね。人生を過ごせるように努力したいと思うんであったら、もっと親身になって接してくれる人を増やしてほしいな。これは僕の経験から、お話をしているんですがね。自殺、今日もほら、松下金融担当大臣、鹿児島3区選出の現職の閣僚の方が、自分の家で首を吊って亡くなったというショッキングなニュースが入ってきました。ね。まあ、あまりご存知がない大臣なんですけれど、そんな風にして、自殺のニュースが入ってくると、やはり、わーって何があったんだろう、どうしたんだろうという風に思ってくるんですけどね。だから、ほんと悲しいニュースだけは、まあ、聞きたくないな、というところ。まあ、政治に関しては、自殺なのか、どうなのか、っていうところは、ありますけれど、一人の命が、この世から消えてしまう、っていうことには、変わりはないわけで、どうにか、ならないのかな。どうにかできないのかな?どうにかしたいとは思ってます。まあ僕も、抗うつ剤を100錠飲んで、一度は死のうと思った人間ですけど、今となっては、ずっと生きていきたい。生きていることに楽しみを覚えた、感じた、っていうことがあるんでね、生きていないと、味わえないようなこと、まあ、まだたくさんあると思います。まあ僕は離婚をして一人で生活してますけれど、まあ一応親父がいるんですけどね、まあ楽しみっていうか親父と大相撲を見ながら晩ご飯を食べながらバカ話をするというぐらいですけれど、それでも生きていてよかったな。あの時死ななくてよかったな、というふうに今思っております。なんか後悔は死んだ後ではできませんけど、今となっては生きていてよかったな、というふうに思っております。ですんでね、死にたいという勇気があれば生きていこう、というふうに、ちょっとスイッチを切り替えませんか?まあ、生きていけばね、辛いこともいっぱいあるかと思いますよ。嫌なことも。
だけど、いつかは、楽しいことがやってくるんだ。え？あの時は死のうと思ったけど、今生きていてよかったな、って思える日が来ると思います。まあ、それを信じて、僕も、もう10年ぐらいになるんですかね。生きてきているんですけどね。まあ、10年一昔という話ではありませんけれど、やはり10年経たないと生きてきてよかったなということが、実感として湧かないのかなというところもありますが、うん、それは個人差があるので、何とも言えないんですけれど、死のことだけはやめましょう。それでなくても交通事故で年間6000人の方が亡くなっている。生きようと思っても交通事故で尊い命がなくなっているという状況でもあります。まあ、その昔はね、交通戦争というふうに言われて1万人以上の方が亡くなってたんですけれど、今は6000人、それでも6000人の方が交通事故で亡くなっているという状況。自殺で年間3万人。年間ですよね。ということは、戦争状態、戦争で年間3万人亡くなっちゃうっていうふうに換算するのも変ですけれど、戦争状態ではあると思います。生きにくい人生、人生そのものが戦争状態であるわけなんですけれど、でもどっかに生きていて、よかったという希望があると思います。あ、マロンさん、こんばんは。はじめまして。そうです。命が宝。ヌチンドゥ宝っていうのかな？沖縄では。沖縄はですね、命を大事にします。特に子供。小さい子供の命を大事にしようということで、ヌチンドゥ宝。命は宝だということを言ってますね。そうなんですよ。どんなことがあっても何があっても、命は宝なんですよということ、沖縄の人の教えを本土の方にも広げていかないとダメなのかなと思うんですが、はい、ということでございます。あまり暗い話ばかりしてもあれなんですけれど、じゃあ大谷と、お前その50年間生きてきて楽しいことがあったのかって言われれば、うん。まあ、10年間全てが楽しいとは思いませんけれど、生きているからこそ味わえることもあります。ね。だから、もっと生きていきたいという願いを持った方々が先に亡くなっていくという現実、あれもむごいよなぁという気もするんですよね。まあ、尾崎豊さん、今は清志郎さんにしてもね、まあ、なんで亡くなったの？亡くなってから、その偉大さに気づくんですけど、まあ、そういった方々もね、もっともっと生きていて欲しかったな。まあ、病気なんで、まあ、しょうがないというところもありますけれどね。はい。なんか、ちょっと暗い話になってきましたけれど、まあ今日は、さっきも言いましたように、WHO が定めた世界自殺予防で、これから1週間ほど予防週間が始まります。ね、関係機関、NPO の皆さん、ね、もうちょっと親身になって、本当に命を救いたいんだという思いで授業に取り組んでほしいと思います。私はもう、個人で相談というか、
話をお聞きしますんで、もし私でよければお電話をよろしくお願いします。夜遅くでも対応しますんで、スカイプまたは携帯電話、またの後ほどユーストリームと YouTube の動画の説明文の中に、スカイプの ID、携帯電話番号を掲載しておきますんで、どうぞ気軽にお電話をいただければ幸いです。まあ、電話したからといって解決にはならないかもしれませんけれど、まあ、話してよかったということになれば幸いです。絶対死のうとか、首を吊ろうとか、薬を百錠飲もうとか、そんなバカな考えだけはやめましょう。よろしくお願いします。はい、ということで今日は自殺という重いテーマでお話をしましたけど、明日があるんだとね、今日とは違う明日があるんだということで、前向きに生きていきましょう。はい、ちょっとインターネットの速度が調子が悪いんですけど、はい、今夜の放送、この付近で終わりにしたいと思います。ロンゴヒンゴナイウル第495回この付近で終わります。また明日もよろしくお願いします。失礼します。